それでは改めまして皆様方どうもこんにちは、昨日からのですね、協議会ですので、大変もいろんなお話を聞かれたり、あるいはそれぞれでですねご意見を交わされたりして、胸の中いっぱいになられてるんじゃないかと思います。でこれがですね最後のプログラムになりますが、ここの場はですねぜひ今まで貯められたことを一気にこう吐き出していただいてですね、それでは2日間のまとめという形でさらにこうご自身の新しい、課題やですねご意見をお持ちいただきまして、地域でのですねまた家庭教育支援に、ぜひご活用いただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。今ご紹介いただきましたけれども東京学芸大学の松田と申します。で私はですね東京にいながらですね実は出身が関西でございまして、こういう人前に立つとまず人笑いを取らないといけないと小さい頃から教えられてきてるんですね。でそれでちょっと今日も一ネタ考えてきたんですが、ちょっと今まだ空気感が固くてですね今話してしまいますとなんか滑りそうな気がしまして、スベラーズという薬を飲んできたんですけれども ありがとうございます。少しですね肩の力を抜いていただいて最後はですね皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。それではですねワークショップの方を始めていきたいと思います。今日の最後のワークショップですねテーマは、持続的な家庭教育支援を考えるというテーマでございます。で昨日今日とですね2日間さまざまな内容ですねいろんな形でですねお話を伺われたり、ご意見を交わされたりされていると思うんですけれども、そういうところで、いわばちょっとこう考えたことや、感想でお持ちになられていること、あるいはですねご自身の地域の課題、今の活動の課題、そういうことをですねぜひこうここの場ではいろいろな形でご意見を出し合っていただければと思っております。で具体的にですね何をするかということなんですけれども、まずですね今テーブルにご一緒していただいている3名ないし4名、5名のところもありますですかね、そのメンバーで最初の20分で、ここから何を話そうと、つまりこのテーブルはどんなことを課題にして話そうっていうことをまずご相談いただいてテーマを決めていただきたいと思います。で大テーマはですね持続可能な、家庭教育支援を考えるなんですけれども、いわばそこの後に来るサブテーマですね、その部分をぜひテーブル の, メンバーの中でのご関心に基づいてですね、例えば人をどう育てる、支援の人材をどう育てるかだとか、あるいは財政的な面どうしようとか、あるいは家庭教育支援チームをですねどういうふうに立ち上げていこうとか、もうそれはもうさまざま、いろいろで結構でございますので、合意ができた形で、課題をまずお決めください。で大体ですね課題を決めるという作業が一番ポイントなんですけれども、今日はですね20分を4回話します。合計80分ですね。80分で出口が出るぐらいの課題にしていただければありがたいです。例えばこれからの日本の家庭教育をどう考えるかというテーマになりますとですねなかなか80分ではまとまりきれませんので、大体80分ぐらいである程度出口が見えるかなというような課題というのを意識していただきながら、昨日今日のですねことを思う存分生かしていただいてお考えください。でテーマ決まりましたらですねもう早速そのテーマに課題に基づいて、お話を進めていただければと思います。でただその時にですねお手元にございます付箋、ないし、白い模造紙ですね、そちらにですねできるだけ他の方がおっしゃったことやあるいは自分がその時にお考えになられたことをもうできるだけ話ししながらメモを残してください。それはどうしてかと言いますとですね実は20分最初経ちました時に、それでは20分経ちましたのでって言いますので、そうしましたらですねお一人だけを残して、これはあらかじめ決めていただくんですけれども、お一人だけを残して他の方はご自由に移動してください。つまりシャッフルしてしまいます。そうしますとですね最初に決めた課題はどうなるんだって話になるんですけれども、これはですねそこのテーブルに2回目に来られた方が
その書き残された、まあ、痕跡とですね、それとお一人だけ残ってくださっていて、こんな話でしたって、まずコンパクトに伝えてくださる方のお話を聞いて、でそれを受けてそのままそこのテーブルの課題を引き継いで考えてください。つまりご自身の関心でずっと4回とも考えるっていうんじゃなくて、テーブルに立てられているテーマに対してご自身が、まあ、いわば協力者となって、毎回テーマが減ったしたら変わるかもしれませんけれども、そこに基づいて、そこに、まあ、集ったメンバーで話をしていきます。それでですね、2回目が終わったら3回目、3回目が終わったら4回目という形で、4回目が終わった時には模造紙にある程度テーマとそこで示された課題、そして話し合われた内容と、結論ですね、模造紙の方へまとめていただくという作業を出口でお願いしたいわけです。でこれ大変何か最初に聞きますと難しい感じするんですけれども、コツはですね、まず一つはですね、どなたも1回目も4回目も関われることになられるので、できるだけですね、4回目に苦労しないように、ここのテーブル20分来た時にこのテーブルの作業が進むようにできるだけこう、議論をいただくと。ですから例えばですね、あるテーブルだけが1回目の20分で課題が決まってない状態で移動してしまいますと、次誰が来られるかわからない、そのメンバーがあれ、ここのテーブルまだ課題決まってないよ、じゃあ課題よってなりますとですね、具体的には3回でですね、60分でそのテーブルだけまとめまで行かないといけなくなると。4回目にそのテーブルに誰が疲れるかわからないわけです。ですので、できるだけここにいらっしゃる全員でご協力いただきながら、初回からですね、まあ、いわば飛ばしていただくといいますか、それで最終回にはどのテーブルもですね、まとめまで行き着くということにぜひ全員でご協力いただきたい。で一方ではですね、その時その時に集まったメンバーでその時その時の話題になりますので、これはもう思い切ってですね、ご自身のお考えやご意見を、まあ、述べていただいたら結構かと思います。でもここどういう話してたのっていうことも含めてですね、さまざまにこう積極的にこう聞いていただいたりお話をしていただくという形で、つないでいっていただけたらということです。おそらくですね、4回目終わりましたときにこういうやり方が一体何を狙っていたのか、で結果ですね、どんな素晴らしいものが出てくるのかっていうのはですね、終わったときに初めて、皆様方と共有できるんじゃないかと思いますので、まあ、少し騙されたと思ってですね、もちろん数回参加されている方はなんかまた言ってるニコニコっていう感じで聞かれてると思いますけれども、ご協力をお願いできればと思います。大体進め方以上が大筋なんですけれども、何かご質問等ございますか。もう一度だけコツを言いますね。まずですね、自己紹介等はあまりされなくても結構だと思います。もうどんどんですね、ここにいる仲間です、皆さんですので、誰と会ってもどんどん喋ってください。次2つ目、1回目のお話し合いで課題を立てていただくというところ、これをですね、ぜひ1回目のグループでは、まあ、できるだけ早く行って、そして実質的な話を進めていただく、このスタートダッシュが肝心でございます。で次、できるだけ痕跡を残してください。もうそこのテーブルには二度と来ないかもしれません。そうすると他の方がその話し合いを受けて話をされますので、どんな話をしていたかということがわからないとですね、ちょっとつなげないですね。最後、まとめのところでは4回目必ず、模造紙において、今日話し合った課題に対しての、まあ問題解決といいますか、整理をですね、出口として皆さんで頑張っていただければと思います。それではですね、始める前に最後に、各回必ずスタートするときに次に残るという方だけは一人決めてスタートしてください。その方が司会をされるという意味ではないです。ただ、次に残る方、まあ、リレーする役というふうに言いたいと思うんですけど、リレーする役の方は、2回続けてそのテーブルに座ることになります。お一人だけです。でただですね、例えば1回目、リレーする役になって、2回目そのテーブルにそのまま座って、で1回目の話を、手際よく伝えて2回目の話が始まりますね。
で次3回目に行くときは必ずそのリレーされた方はどこか別なところへ移ってください。あの3回以上同じテーブルには、いるということはないということです。よろしいでしょうか。ですので4回やりますので、毎回ですね、まずリレーする役の方、これはもうあのどなたでも本当に構いませんので、あの便宜的に決めていただいて、それで話を続けていただけたらと思います。いかがでしょうか。何かご質問ございますか。よろしいですか。はい、じゃあもう早速始まりますですよ、これ大丈夫ですね。はい、それでは、私の方がですね、20分ですので半分の10分とあと残り3分というところで、合図をします。それはちょっとあのお含みを置きながら進めていただければと思います。それでは初回のお話し合い始めます。よーい、スタート。はい、ありがとうございます。まあ、あの1時20分から始まってますので、もう あっという間のですね、あの2時間なんですけれども、あの本当にあの皆様方のお話し合い、あの見させていただいてますと、とってもですね、あの活発なお話し合いばかりで、随分ですね、皆様方の中でもさまざまなご意見と交流があって、こんなことやってみたい、あんなことやってみたいというようなですね、そういうこうあの思いが膨らんでいらっしゃるんじゃないかと思います。で、こういう形でですね、皆さんでこうあのつながるっていうこと、まあ、あのネットワークっていうようなテーマを立ててくださってた机もありましたけれども、あのそのことがですね、やはりこうあの切れ目がない、まあ、あるいはですね、子どもたちにとって本当にですね、あの必要な家庭教育支援、まあ、豊かな家庭教育支援というものが、作り出される、まあ、源になっているんだと思います。まあ、そういう意味であの本日のですね、このつながりや、まあ、本日つながりの中で生まれたこの、なんて言いますか、皆様方のこうお知恵の集積というものをぜひですね、まあ、これからもまた来年の大会でもですね、つなげていければなと思うところです。この前ですね、たまたまなんですけれども、あの家庭っていつから言葉として使うのかななんていうことをですね、ちょっと調べてたんですけれども、どうもですね、福沢諭吉が使い出したという説がですね、かなりあるようです。で、私あまり福沢諭吉には縁がないものでございまして、どちらかというとコインの方が多い生活をしておりますので、すいません、ちょっと関西人としては今のノリはですね、ちょっと滑ったなというですね、まじくしたものがございますが、それですね、福沢諭吉が、まあ、そのホームという、まあ、英語のですね、翻訳語としてですね、家庭を当てればどうかというようなことを言ったという説があるみたいです。で、この家庭というものの、まあ、庭という漢字ですね、これは面白いなといつも思うんです。つまり全くの内部っていうことでもなく、全くの外部っていうところでもないという。つまり本来家庭というのはですね、そういう緩やかなこうつながりの中で、ホーム、つまり自分の居場所というものを、まあ、形作っている、まあ、そんな場所じゃないかと思います。まあ、そういうような意味合いでこのつながりというものがキーワードになってですね、今後ともこの家庭教育支援が、いろんな形でこう豊かに広げられればいいなと思いますので、まあ、その第一歩としてですね、今日が何がしかのお役に立てればいいなと思います。それでは本当に長い時間でございましたけれども、皆様方のお力添えいただきましたので、大変ですね、活発な時間になりました。ありがとうございます。それではこれでワークショップの方、私の方終わらせていただきます。どうもありがとうございました。